キリンホールディングス、キリンホールディングス株式会社は、飲料事業会社のキリンビール株式会社を中核とする、キリングループの持ち株会社、ホールディングカンパニーである。三菱グループの一員であり、三菱金融会、三菱広報委員会の会員企業である。東京証券取引所、第一部上場。日経平均株価採用銘柄。 1870年ノルウェー系アメリカ人、ウィリアム・コープランド、ウィリアム・コープランドが、横浜居留地、山手123番、2016年現在の、横浜シナカクスは町、北方小学校付近、2018年現在、キリン園公園として、記念碑が立つに設立した、日本で、初めて大衆向けにビールを醸造、販売した、企業、スプリングバレーブルワリー、 コープランドビールを起源とている。そのため、日本のビール産業の草分け的存在として認知、されている。その後、日本初のビアガーデンの開業、経営破綻、工場の一時閉鎖、トーマス・ブレイク・グラバーや岩崎・アノースケらによる、企業再建、ジャパン・ブルワリー、二代目を設立なの編遷を経て、1907年に、三菱財閥参加の日本国籍会社、 キリンビールとして新発足し、第二次世界大戦後は国内ビールのシェアの首位を獲得。アサヒビールのスーパードライの台頭までは継続的に首位を守った。2016年現在はアサヒビールに首位を譲っているが、創業以来の独特の苦味と国を売りにしたビールの固定派の存在と新商品の投入合戦で熾烈なシェア争奪戦を繰り広げている。ただし、 最近ビールや低アルコール飲料の新商品を大量投入しており、ビール系飲料のラインナップ数とビール系、飲料以外も含めた種類の販売口は業界一となっている。近年は種類事業とバイオ事業を基軸にした総合企業を標榜し、栄商源との業務、資本提携、武田薬品から調味料事業を買収する、現 MC フードスペシャリティーズなどの多角化を行い、 2007年7月1日、それまでの事業持ち株会社から、純粋持ち株会社へ移行し、キリンホールディングスと、社名変更した。それと前後して、会社分割を行い、事業主会社として、国内種類事業会社のキリンビール、旧、キリンホールディングス、医薬品事業会社のキリンファーマ、現、共和発行キリン、経理、人事など間接業務を取りまとめる会社の、 キリンビジネスエキスパートなどを設立。また、2006年10月1日に飲料事業を担当するキリンビバレッジを完全子会社化し、同年12月にメルシャンを有効的な株式公開買い付け、TOB によって子会社化し、2007年4月1日からはメルシャンとの営業の共同展開を開始。また、RTD、低アルコール飲料、 焼酎などの研究開発機能を、キリン醸造研究所に集約。2007年7月1日からは、RTD、焼酎、梅酒、洋酒、一部商品を除く、合成製酒の販売をキリンビールへ移管し、逆に、キリンビールのワイン販売事業をメルシャンへ移管。物流部門ではメルシャンから移管を受けた。RTD は、キリンビールの物流網、キリン物流、 2016年現在は、キリン株式会社参加のキリングループロジスティクスに統合し、ワイン、梅酒、洋酒、中国酒、合成製酒はメルシャン物流網に統合した。なお、メルシャンからキリンへ移管された商品のブランド名は、順次メルシャンからキリンへ変更されている。なお、2007年6月30日までのキリンホールディングス株式会社は、 持ち株会社の準備会社、企画部門として設立された会社であり、2007年7月1日に、キリンビール株式会社、キューガになっている国内での種類の製造、販売事業を引き受け、事業会社として、キリンビール株式会社、新と、社名変更している。逆に、キリンビール株式会社は、キリンホールディングス株式会社、新社名変更し、純粋持ち株会社へ移行している。 2009年7月13日、複数のマスメディアにより、サントリーホールディングスとの経営統合に向け交渉していることが報道された。狙いは日本が市場として縮小する中で、海外に商機を拡大するのが目的とされている。しかし、統合比率などで両者の隔たりが大きすぎたことから、2010年2月8日に交渉中止を発表した。2013年1月1日に、 国内での飲料事業を統括するための新会社として、キリン株式会社が設立、キリングループオフィス株式会社の事業内容と社名を変更され、主要市会社であるキリンビール株式会社、キリンビバレッジ株式会社、メルシャン株式会社の全株式を同社に移管した。2019年2月5日、取締役会を開き、 孫会社にあたる共和発行バイオの子会社化を決定した。子会社の共和発行キリンから株式95%を約1280億円で取得する。2007年7月1日以前のキリンビールグループの歴史はキリンビールにて説明している。また、2007年7月1日以降の各事業主会社の詳細は各事業会社の項目にて説明している。 サッカー、日本代表の公式スポンサーである。過去には、日本オリンピック委員会のオフィシャルパートナーでもあった。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。